いきなりお兄ちゃんに相談があるって、なんなの、ももちゃうん、実はね、お兄ちゃん、私ね、好きな人ができた。好きな人ができた。お前、その前、どんな人やね。顔は結構イケメンで、向こうも私のこと気に入ってくれてるみたいなんだ。イケメンで。それで仕事は何をやってるんや。確か、ニートっていう仕事だったかな。ニート。ちょっと、はい、うるさいっすよ。どうもすいなんませですん。か、ピアノでどんどんガンガン、どんどすんいガンませんガすいませんすいません。分かってるよ。ちょっと静かに飲みたい人いるいっんでぱいすサービスよ。させていただきます。すぐ作りますんで。何か、いっぱいサービス？はい、何か作もりしまかす。して店員さん？そうです、すいません。じゃあ、なおのこと静かに飲んで、なんで笑ってるの？いや、妹なんです。すいません。うちの妹です。謝ちょっと、って。お金払ってんだから、ちょっと。どうもすいませんでした。帰る？謝ってます。帰るお兄さん、お兄さん。ちょっと座ってください。今のはね、すぐすぐ。バカにしてない？してないです。してますよ。してるって。お前黙っとけ。すいませんね。頼むよ、本当に。話を聞きなさい。はい。あのね、ももちゃん。うん。仕事してないやつと付き合っちゃダメだからね。でもさ、お兄ちゃん前に、恋愛はお金じゃないぞって言ってたじゃん。恋愛は確かにお金じゃない。だから！だから、すいません。うるさいって。俺ですか、怒られてんの？いや、どう見てもがっつり怒られてますよ。俺だったそれが原因でね。ー。すいません。じゃあ、ピアノどんどんたけてもせめてやめてもらえません？すいません。やめます。失礼します。ごめんなさいね。ももちゃん、一つだけ言っとくよ。いい？うん。働いてない男と付き合うのは断じて禁止します。そしてもう一つ。付き合う前にお兄さんと面接しないと付き合っちゃダメだからね。じゃあさ、今好きな人とは付き合っちゃダメってこと？もちろんそういうことになります。もう兄ちゃんの別れ強いバカバカ。妹まで？しかも音が高いし。何これ、本当に。ももちゃん、泣きたいのは俺の方だよ。せーの。なんやねんこれ。ありがとうございます。素晴らしいね。よかった。という演劇をですね、今日夜8時からここでやりますので、よかったら見に来てくださいよ。誰が行くね。新中の4番出口近くにあるジャズバー C。 入り口が分かりにくくやや入りがたい印象もありますが、店内はアットホームで居心地の良いバーの雰囲気。ジャズに興味がない方でも楽しめるお店です。不定期でジャズライブやイベントも行っておりますので、興味がある方はお問い合わせください。チャージ料金がないので仕事帰りにちょっと一杯、そんな方にもおすすめです。ぜひジャズバー C に飲みに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく。降り注ぐ光から手中に君も歌おう、ハッピーミュージック、素晴らしい。